ネバーサンドイッチをいただきます。もう食べる前から絶対美味しいもん。わあ、美味しい。レバーなんですけど、味付けも最高。レバーにライムをかけてて、すごいね、さっぱりしてる。このクオリティで10ルピーってちょっとありえないですよね。うん、このね、エジプトのピクルス、酸味が強い。でここはね、特にグリーンチリ入れてるんで結構辛いですね。このピクルスのね、塩気というか酸味の強さ、これは特徴ですね、エジプト版ピクルス。さあ、それでは、ローカルのお店でエジプシャン料理をいただきたいと思います。これはマキシコロン。マキシコロン、これピーマン、パプリカかピーマンの中にスパイシーなお米が詰まってますね。さあ、どんなお味なんでしょうか。じゃあちょっと一口いただきましょう。これね、はいはいはい、ベジタリアンディッシュ、ベジタリアン用のね、ベジタリアンにもぴったり。いただきます。あー、すごい、なんだ、香辛料すごい効いてて、香りがすごい、口の中いっぱいに香辛料の香りが広がりますね。うん、おいしい。もう毎度私が使う表現ですけどね、めちゃくちゃ香辛料の爽やかな風味が口いっぱいに広がりますね。おいしい。そしてこのお店の名物でしょうか、クォーターチキンね、スプーンとフォークをね、当てがわれましたけど、なぜナイフがないのか、ね、そういう感じです。じゃあいただきましょう。あ、美味しいわ、これは美味しい。これでこの巨大ライスとサラダとチキンで280円です。スープもついて素晴らしい。うん、おいいな。ここはだいたいダハブのディナーの相場、だいたいこう50ポンドですね。350円がだいたい基準のラインで、ちょっと贅沢して海辺のレストランで食べて700円とか、うん、普通にローカルで食べたら350円な、50ポンドですね、ご参考までに。まあエジプト全般なのかダハブなのか、非常に口に合いますね。うん、まあ米っていう、米中心、まあパンもありますけど、米の味も合うし、うん、肉の質もいいし、まあね、食はかなりやっぱり日本人の口にも合うんじゃないかなと思いますね。素晴らしい。ご覧いただいている通り、街には人が溢れてるんですけど、マスクをつけてる人が一人もいませんね。これはね、ちょっともう衝撃ですよ、軽く。
もうコロナは全部終わりましたっていう世界。これでね感染しない。Hello, nice to meet you. My dream is to come to Japan, and I want to come to Japan next year in the end of the Sakura.